丸田黄色です。農業の勤続年数は2年目です。私が卒業後就農したっていう、きっかけとしましては、もともと祖父が農業をしてまして、小さい頃から祖父の隣で一緒にトラクターでの作業をしたりとかを積みまして、自分も、ぽんやりですけど、農業したいな、こういった自然を楽しみながら農業できたらいいなと思ったのがきっかけで、農業を始めました。私が営農している地域は中山間地域と言われまして、水田に比べて、京阪、畔が大きいところがありまして、その草刈りであったり、水管理などが非常に大きな課題です。今回、今年からですけど、鉄黒コーティングっていうのを、自分たちでコーティングを行いました。自分で好きな品種を購入してコーティングをして箸を行うという、大きなメリットがあります。ドローンを導入するきっかけは、自分が倉吉農業高校に在学中に、先進的にドローンを導入してまして、その授業で、使用したきっかけで導入するに至りました。私は今直葉を中心に、経営をしていますが、従来の、田植え機を使っての田植えですと、育苗であったり苗の水管理であったり、もろもろ人で、コストもかかります。同じ田植え機の作業ですと、限界があると感じたからです。直葉ですと1日最高でも10ヘクタールぐらいの散布が可能になるんですけど、田植え機ですと1日フルでやっても2ヘクタールが限界なので、それを比べた時に、ドローンでの直葉は非常に中山間地でも有効だと感じたからです。なおかつ身体的負担も減ってきます。でこれまでの田植え機に比べて作業精度も高いですし、なおかつ誰がやっても同じクオリティの作業ができます。私が好きな機能は自動航行と空撮でのルートマッピングで、自動航行に関しては補助1枚を、補助登録をすることによって、定められた航路で自動飛行するので、もう安全ですし、なおかつ障害物があれば回避し止まってくれるので非常に好きな機能です。もう一つの空撮でのルートマッピングっていうのは、新規の補助で作業するにあたって、誰でも空撮を行うことによって自動的にドローンがルートを作ってくれるので、作業の効率化にもなりますし、今後増えていく農地に対しても、対応できてくるっていうのは非常に大きな、大好きな機能です。農業はすごい固定概念といいますか、そういったものがすごい多くて、で、ドローンの登場によってこれまでの固定概念を、壊してくれた、いい意味ですけど壊してくれて、なおかつ生産性を拡大に上げてくれたっていうのが非常に大きくて、で今後、絶対に日本の農業っていうのは高齢化が進んでいるので、拡大に1形態の、経営する面積っていうのは確実に増えていくので、その中で農業っていうのは一つのその作業においての、一つのピースであり、なおかつなくてはならない存在になってくる。昨年ドローンを使って全工程管理を行い、多くの人に納得してもらいました。今水筒の橋の時期に多くの農家さんから注文をいただいています。これからのトレンドであり、未来の農業の形だと思っています。